こんにちは。お、人いた。あ、ちょうどいいところに知らない人が来た。その知らない人が来てほしいタイミングってある？今描いてる絵を見てくれないか？あ、絵ですか？あ、犬がいる。室内犬のサイズじゃなくない？いい子。あ、いい子なんだ。あ、いい子って名前いいな。いい子がいるわ。リュカ？リュカ？あ、リュカっていうの？静かにして。あ、名前いい子じゃなかった。リュカなんだ。 いい子可愛いけどな。あ、すいません、このスケッチを見てほしいんだけど。はい。どうかな？いや、ちょっとよく見えないですね。ちょっと硬くない？え？いやよくわかんないけど、別に硬くはないんじゃない？もういいんじゃないですか？本当に？そうかな？ちょっと硬く見えるけどな。いや、てか、そもそもよく見えないんですよ。え？あれ？え？え、はい？だよね、ありがとう。え？そう、湧いてくる。ん？インスピレーションが湧いてくる。なんか露骨にテンション上がってる。何？あ、やってるやってる。いや、な、これで出来上がり。同意されたかっただけ。かなり良くなった。いや、じゃ、また。いや、はいでしょ、はい。ここの色どう思う？赤と青どっちがいい？赤と青。いや、待って、答えないで。いや、なんなん。絶対赤の方がいいだろ。いや、はいはいはい、そう思います、そう思います。そうそうそうだよね。なんで一回聞くの？間違いなく赤がいいよね。いや、はいって言われたいだけじゃん。そうすればこの絵を次のレベルに引き上げられるはず。まあ、いるけどね、こういう人。もう自分の中で答え決まってて、あとは背中だけ押してほしい人。あ、完成したんすか？ありがとう。あなたなしでは成し遂げられなかったよ。そうかな。いや、でもまあ確かに、背中を押してくれる人の存在ってでかいよね。そうかもしれない。お、いた。よう、ちょうどいいタイミングできたな。え、ぶっきらぼうの。あ、水漏れおじさんだ。今なら俺がこの水漏れを直すところを見届けられるぞ。水漏れおじさんの家だった。あ、じゃあせっかくだし見届けるか、水漏れおじさんの活躍を。はあ、やっと静かになった。あ、終わりました。あ、水漏れてる。ぐぬぬ治ってないですよ、水漏れおじさん。ち、明日またやってみるか。いや、今日やれよ。なんで今日はもうやんないの？1ドルやるよ。なんで？え、怖い。なんで？キャンディーでも買ってきな。なんで？なんか1ドルくれた。足代？ありがとうございます。はい、園芸用ハサミありましたよ。ああ、ありがとう。はい、もうこんなミスしないように気をつけるよ。この人名前ないの？知らない人のために頑張ってくれるなんて珍しい子がいるものね。あ、サニーもケールもね、いい子ですよ。また遊びに来てね。いつでも来ていいわよ。あ、マジで？あ、入っていった。追うか、サニー。あ、入れる。チョキ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 。あ、早速やってますね。園芸用ハサミを使ってますね。あら、二人とも早速来たのね。早速来ました。ほら見て、ここにある盆栽たちのお世話をするのが最近の趣味なんだ。盆栽、ストレス発散になるから。盆栽って外国にもあるんだ。これが終わったら子供のキムとバンスに晩ご飯を作るつもり。今日はちゃんと時間を守って帰ってきてくれるよね。キムとバンス。あれ、キムってさっきいなかった？さもないと。チョキ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 。あ、はかどってる。え、キムってさっきオーブリーちゃんたちと一緒にいたやつだよな。あ、あいつの家なんだ。はい、薬持ってきたよ、ばあちゃん。ゲホ、
ゲホ、てか家の中で待っててくれていいのに。すいませんね、本当にありがとね。すごく助かったわい。それはよかったわい。お年寄りに優しい若い子がいてくれて嬉しいよ。すごい褒められるな。ここはいつでも遊びに来ていいからね。あ、また。じゃあ遠慮なく侵入するか。うちの娘はいつも私を気にかけてくれるんだけど。あ、おばあちゃん娘いるんだ。今は一体どこにいるのやら。昔から無口な子だったけど、最近は新しい友達がいっぱいできたみたいで。あ、もしかしてオーブリーちゃんたちかな。でも私のことは忘れないでいてほしいの。ここも不良グループのやつらの家なのかな、誰かの。ママへの郵便物がいっぱい。住所を見ると世界各地から送られてきたよ。どういうこと。あ、なんか孤児を引き取ったりとかそういうことなのかな。あ、そういうのやってたのかな、おばあちゃん。なんかところどころ寄り道サブクみたいなあるな。こいつ仲間だよね。なんかあの木がずっと震えてんだよ。オーブリーはここら辺にはいないみたいだな。あ、なんか始まった。オーブリーちゃんね。あ、待て、お前知ってるぞ。確かチャーリーだっけ。あ、チャーリー、たまにオーブリーと一緒にいるやつじゃん。あ、オーブリーちゃんの行方知ってるかな。どこにいるのかわかるか。なあチャーリー、なんとなくだけどお前が本当は悪いやつじゃないってわかるんだ。ああ、そうなの？チャーリーはそんな悪いやつじゃないの？オーブリーがバジルから大事なものを奪ったから、それを取り返しに行かなきゃいけないんだ。手伝ってくれないか？アルバムね、バジルの。え？なんかすごい無口な。おお、なんか人が降ってきた。あ、こいつも仲間のやつじゃない？誰がどこで何をしたって？何すんだよ。5W1H。 あ、なんだ、ケルト、ナイフのやべえやつじゃん。ナイフのやべえやつ呼ばわりされてる。この最強のエンジェル様の相手に不足なし。エンジェル、さあ滅びるがいい。エンジェル、こっちは急いでんだよ。エンジェルって本名？ただオーブリーを探してるだけだから。外国のキラキラネームか。どこに行ったか知ってるか？オーブリーを探し求めているのか？いや、なんなんその口調。実に面白い。ガリレオ。なら知っていることを話してやろう。あ、話してくれるんだ。ただし決闘で僕に勝てればな。決闘すんの？決闘？いや、さっきナイフのやべえやつとか言ってたのに。でも俺、子供を殴りたくないぞ。あ、子供なんだ、エンジェル。そうなんだ。ドット絵だとよくわかんないけど。指一本触れさせないよ。誰に？行くぞ、チャーリー。それ普通他人に使う言葉だよ。自分に言わないよ、それ。ボッコボコにしまえ！あ、チャーリーがやるの？え？あ、なんかやる気だ。構えてる。え？あ、先頭、チャーリー、でかっ！顔見えてねえし。そして、ゴーダタケシ、色違いシャツ着てる、チャーリー。じゃあ、普通にやるか。サニーもうナイフ持ってないじゃない。よし。24ダメージ。お前ら。あ、よし、倒した。覚えてろよ。あ、オッケー。エンジェル倒した。さあ、あとはチャーリー。あれ？チャーリーは倒さないでいいんだ。なんだと？僕の特訓意味なかったのか？僕の師匠、ザ・マーベリックに聞いてみたら？ザ・マーベリック。彼は全知全能だぞ。人の名前なのそれ。そう言ってたもん。マーベリック。あ、ケルも初めて聞くんだ。あ、それってミカエルとかいう変なやつ？ミカエル。その名で呼ぶんじゃねえ。いや、ミカエルとかエンジェルとか。師匠はそれが一番嫌いなんだよ。なんか天使の名前多いな。
ああ、やっぱあいつか。ケル知ってるんだ。じゃあミカ、マーベリックはどこにいるんだ。師匠は、はるばる広場の噴水に行ったはずだよ。はるばる広場の噴水。そこで女の子と待ち合わせて、多分デート。あ、デートすんの？噴水で？うわ。え、キモ。いや別にキモくねえだろ。普通だろ、デートすんの。行くぞ、サニー。はるばる広場に行こう。ここにはもう用はないしな。まあ、でも、グレタ・オーブリーちゃんも、あれはあれで可愛かったけど。でもやっぱグレた理由は知れたよな。何があったんだ。お、あ、こいつか。そこで言ってやったのさ。私はただの一匹狼ではない。二人はべらせてんだよ。ザ・マーベリックだってね。一人とデートじゃないのか。へえ、マーベリックくん面白い。すごいキャッキャしてる。すごいお話だったね、マーベリックさん。モテるんだ、ザ・マーベリック。まあまあ、レディーたち。そうせかさなくても今日はたっぷり遊んでやりますよ。なんか、女好きのフリーザみたいな口調だ。ミカエル。何してんの？いや、デートだ。はっ！あ、こっち来た。そこにいるのはケル。あ、やっぱ知り合いなんだけど。私の、好敵手。ライバルじゃなくて好敵手って。ついに私に負けを認めるというのか。何に対する負け。茶番に付き合ってる暇ないぞ、ミカエル。バッサリ。今はオーブリーを探してるんだ。見なかったか。オーブリーちゃん知らない？ザ・マーベリック。その名で呼ぶでない。ダメなの？私はその名をとっくに捨てたのだよ。ミカエルかっこいいと思うけどな。ミカエル、オーブリーの居場所が分かるのか分からないのか、どっちなんだい。またその惨めな名を。やあ、私をバカにしているのかね。自分の名前が嫌いなのか。このザ・マーベリック様は容赦せんぞ。破滅に備える。こんなやつばっかか。ああ、戦闘だ。ああ、ザ・マーベリック。ああ、愚かなケル。ザ・マーベリックに指一本触れられるとでも。なんかキラキラしてんだけど。そのタイプのイヤホン懐かしすぎるだろ。よし、オッケー。サニーパンチで倒したよな。ぜーぜーぜー。蹴るぐるぐるになっちゃったけど。ぜーぜーひーぐ。いや、このまま終わらせるわけには。いや、もういいよ、終わっていいよもう。はい、ちょちょちょ、終わった終わった。マジで戦う必要あるこれ。そんなバカな。ここで負けるはずなどない。なんでケルがライバルなんだ。何があったの、ケルと。全地球の人類よ。え、私に力を貸したまえ。なんか元気玉みたいなしてるけど。おい、ラスボス戦みたいな演出やめろ。お、わ、何こいつ、ダサ。ああ、心ない一言が。ザ・マーベリックを襲う。10ドルじゃ割に合わないわ。もう行こう。金で買ってたザ・マーベリック。ちょっとレディーたち、頼む、戻ってきてもいいや。10ドル分はね、付き合ってあげてほしいよね。金ならまだありますから、ね。ザ・マーベリック。それ以上、醜態をさらさないで。あ、落ち込んでる。はぁ、あ。おお、あ、あ、カツラだったのそれ。金髪。ミカエル。ミカエル、今一瞬素顔見えたな。この場にその名の者はいない。のが多いな。もういいから。もうこれから一生何も頼まねえから。なんか、それはそれで悲しいな。オーブリーがどこにいるのか教えてくれたらいいんだよ。いや、それは本当にそう。言い方はともかく、それは本当にそう。ザ・マーベリック。よかろう。あ、確かに私は彼女の居場所を知っている。教えてやれなくもない。あ、知ってるんだ本当に。ただし一つ条件がある。え、何？私を神名で呼びたまえ。そう、ザ・マーベ。あ、もういいや、もういいんだ。そこは絶対呼びたくないんだ。
キムを探しに行こうぜ。あいつならオーブリーがどこにいるか知ってるかもな。あ、出た、キム。あいつとバンスは甘いものに目がないからな。キムとバンスね。多分だけど、お菓子があるとこにいるだろう。あ、じゃあスーパーかな。お菓子売り場あったもんな。ザ・マーヴェリック。ケルもなんでかたくなに呼んであげないんだよ。そんな嫌なの。バンス、早くしろ。誰かに見られる前にパクって帰るぞ。おい、万引きしてる。おい、キム、オーブリー見て。マジで悪ガキだな、こいつら。でも高校生なのかな。やべ、もやし来た。おい、バンス、ずらかるぞ。もやし呼び好きだな。おいおい、ちょっと待った。それちゃんと金払ってないよなあ。万引きを見過ごすわけにはいかんぞ。どけ、もやし、うぜんだよ。君たちまた来たの？キャンディスお姉さん来たよ。もう二度と来るなっつったろ。にっこりにっこり。あそこもにっこりにっこり言うんだ、やっぱ。いや、もう諦めろお前ら、現行犯だ。やべ。さあ、そのキャンディを返しなさい。まあ、店の敷地から出ない限りはまだ万引きじゃないのかな。じゃないとガキ相手に警察呼んじゃうよ。にっこりにっこり。いや、ガキ相手とか関係ないから。もうしょっぴーちゃってくださいよ。にっこりにっこり。やられた。わあったよ。もう激まずキャンディー返すよ。いや、マジでクソガキだなおい。こいつらだけなんか悪さのレベル違わんか。行こうぜバンス、こんな店さっさと出ようぜ。口も悪いしよ。わかったよ、そこまで教えてほしいんだな。うん、いや、取引しましょう。拳で決着って、なんで。いや、殴り合う必要ある。そっちが勝ったらオーブリーの居場所を教えてやるけど、私たちが勝ったらそのキャラメルをよこせ。そしてもう二度と話しかけんな。いや、別に普通に居場所教えてくれるだけでいいんだけど。待て、戦う必要なくね。いや、本当にお菓子あげるんだからさ。どこにいるのか教えてくれたらこのキャンディ全部やるって。うん、でも戦いたいな。戦闘民族なの、なんなのこいつら。おら、かかってこい。かかっていく理由がないんだよな。殴り合いだ。龍が如くかよ。はあ、なんでお前ら全員そんなに戦うのが好きなんだ。カムロ町の住民なのか。まあ、やるしかねえみたいだな、マジで。この町で生きていくの大変すぎる。サニー、もう慣れてきただろ。やるか。お、キム、そっちのキム、そんな感じなんだ。全然悪いやつに見えないんだけど、見た目。もやしなんて負けるもんか。で、バンス、めっちゃおっさんじゃない。え、これ高校生。すげえおっさんに見えんだけど。山田孝之ばりにヒゲ生えてるし。ほら、よし、勝ったな。くっ、キャラメル食べたかっただけなのによ。いや、キャラメルあげるってだから。教えてくれたら。オーブリーなら教会にいるよ。教会、オーブリーんちの近くにあるやつ。あ、教会にいるんだ、オーブリーちゃん。え、オーブリーが教会に。あ、昔は行ってなかったんだ。なんだよその顔は。知りたいっつうから教えただけだろ。ってことは、この4年ぐらいの間に行くようになったってことか。誰が行ったって聞かれても私の名前出すなよ。適当に他の誰かにしとけ。ザ・マーヴェリックって言っとく。例えばミカエルとか。あ、意見が被ったな。はー、オブリちゃん。キム、そろそろ行こうぜ。遅くなると母さんがどうなるのか。なんか見た感じはそんな新人深そうじゃなかったけどな。はいはい、わかったよ。帰ろ。めちゃくちゃ不良だったし。じゃあな。クソ、もやしもうだんだんでかくなる文字、どんな感じで読んだらいいの。今みたいな感じでいいの、イントネーション的に。クソ、見てない隙に特大キャンディ取られた。あ、取られたんだ。あいつらやるな。いや、まあでも元々あげるつもりだったしな。まあ、いっか。
オーブリーの居場所がやっと分かったしな。教会ね、教会。間違ってなければだけど。オーブリーが教会にいるなんて想像できないけど。行ってみればわかるか。いやー、オーブリーちゃんもなんか、抱えてそうだよなー。あ、いた！あ、いた！右の方に座ってる。オーブリーちゃん？ただ、座ってるだけ。いや、本当にお祈りしてるんじゃない？何もしてねえ。なんか変な感じだぜ。いや、オーブリーちゃんも変わったんだろう。この数年で。でもやっぱこういうのは邪魔しちゃダメだな。お説教が終わるまで待った方がいいかも。え？あ、待つの？おう。え？リアルに？リアルに待つのこれ。え、まだ入れないんだ。え？入れるじゃん。え？でも待った方がいいってこと？え？入らない方がいいの？てかあれなんだ。なんかある。オーブリーが昔から乗ってる青い自転車。あ、オーブリーちゃんの自転車。あ、自転車乗ってたんだ。バイクとかかと思ったけど。あ、激チャリしてたんだ。あの見た目で。それちょっと可愛いな。いや、これ。まあ、はいで行こう。いや、選択肢出るってことは。あ、あ、入っていけるわ。え、なんかの分岐だったのかな？どうなんだろう。え、入っちゃった。サニーがこのまま入っちまうと思わなかったぜ。いや、ごめん、選択肢出たから。まあ、ここまで来たんだし、もう引き返せねえよな。ちょっとオーブリーちゃんのこと気になるしな。よーし、こっそり近づくぞ。こっそり。あ、遅くなってる。あ、いるいる。お説教中は邪魔しない。ああ、なるほど。他の人には話しかけれないのか。オーブリー！おーい！オーブリー！絶対話しかけるタイミングじゃないよな、これ。あ、あ、顔赤くなってる。あんたら、何しに来たの？いや、それはごもっとも。バジルのアルバム取り返しに来たんだよ！いや、今する話じゃないよな、これ、改めて。またその話？あんたらに関係ないだろ。また？あ、バジルにも言われてたってことか。あっそう。関係ない。親友だったのに関係ないわけないだろ。まあ、確かにみんなが映ってるんだろうしな。そう？まあ、その通りだよ。親友だったね。バジルといい、もう、みんなそう思ってないんだな、ケル以外。そんなの、マリが聞いたら絶対悲しむぞ。あ、マリちゃん。え？はは。マリが聞いたら。マジで言ってんの？ここでマリちゃんの話出すやついる？え？マリちゃんの考えなんて誰も気にしねえよ。え、マリちゃんって。マリちゃんはもう死んだんだ。え？そうなん？え、いつ？あ、だからサニー。オーブリー、お前本気で言ってんのか？だから引きこもってんの？どうしちまったんだよ。そうなんだ、マリちゃん。今は新しい友達の方が楽しいんだろうけど、そうやって昔の友達を捨てるんじゃねえよ。え、でもこれオーブリーちゃんもさ、それきっかけでグレたとかじゃないの？昔の友達ね。昔の友達なんて、肝心な時だけ私のそばにいなかったクズばっかじゃない。肝心な時？そういうことかよ。え、どういうこと？マリが亡くなった時は、
みんなドタバタしてて、他の人に構ってる暇がなかったんだよ。あ、みんな子供だったし。そうなんだ。みんな大変だったんだよ。家の事情とかがあったってこと？そんなに単純なことじゃなかった。ケルはいつまで経っても単純だけど、単純じゃなかった。そうかもな。でもお前みたいになるよりは単純のままの方がいいんだよ。てかやっぱ子供の時いなくなったのか。なんでバジルにそんなことができんだよ。あいつにとってアルバムがどんだけ大事なのかお前だって知ってるだろ。バジルのアルバム大事なのはみんな同じだろ。オブリちゃんも理由があって取り上げたんだろうけど、だからって奪っていいわけでもないだろ。バジルがそう言ったってだけだろ。え？私が安全なところに置いて守ってやってるんだよ。守る？何から？意味わかんねえよ。あのアルバムはバジルのものだぞ。お前が返すまで俺はここから動かないからな。オーブリーちゃんなんか知ってるんだろうな。でケルは本当に何も知らないんだろうな。はあ、しつこいんだけど、マリちゃんが死んだ時あんたはすぐ立ち直ったもんね。え、あ、まあケルは表向き明るくは振る舞いそうだけど、私が毎週来てるのはね、今になってもどうしたら心が安らぐのかずっと模索してるってわけ。今日もどうやら安らぐことはないみたいね。オーブリーちゃんやっぱずっと引きずってるってこと？あんたと最後に話したのは4年前。4年も経てば人は変わるんだよ。ってことはマリちゃんが亡くなったのも4年前。それなのにあんたとサニーは今さら私の生活に土足で踏み込んで急に指図するつもり？甘いんだよ。ああ。お前、見た目も性格も変わったかもしんねえけどさ、オーブリーちゃん結局は同じオーブリーだし。うん、ふん。あんたらの知ってるオーブリーはとっくに消えてるから。そうなの？友達だったオーブリーはもうどこにもいないんだよ。そんだけ裏切られたと思ったんだろうな、当時。もういいよ。怒ってんのは十分わかった。謝ってほしいならそうするぜ。やける。言い方。悪かったよ。マリがいなくなった時、そばにいてやれなくて悪かった。ごめん。でも事情があったんだろうけどな、ケルも。多分ヒロも。だってヒロすごいマリちゃんと仲良さそうだったし。やだね。そんなの認めない。許してくれないんだ。え、待てよ。どこ行くんだよ。みんなこっち見てる。バジルにアルバム返すって約束してくれるまでどこにも行かせねえぞ、この泥棒。なんか事情ありそうだけどな、アルバムも。何の騒ぎ？バジルって、あの子って確か、この前オーブリーたちがいじめてて、今度は盗みまで。すごい噂話されてる。くっ。やっぱいじめてんの知られてんだ。オーブリーちゃん。ケル、あんた自分のこと正義の味方とでも思ってんだろ。え？あたしは極悪のいじめっ子で、かわいそうなバジル君を苦しめるためだけに生きてる悪者ってか？なんか、ナイフを持ち歩いてるサイコパスとずっと二人でいるくせに。わあ、なんかもうめっちゃ切ない。なんだこれ。オーブリー、今はそんな話してる場合じゃ。あんたに言われたくねえよ。泣いてるー。急に入ってきたのはそっちだろ？
やっぱりまだ泣き虫なのかな。もうそれは謝っただろ。いやもうケル一回外出ない。そこまでいじめっ子だと思い込みたいんならお望み通りいじめてやる。え、ここで二人とも早くかかってこいよ。いや泣いてるんだよオブリーちゃん。来ないならこっちから行くよ。え、マジ？え、ちょっとここでやんの？教会で？マジか、やるのか。ケルがイライラしてる。これは前からのやつかな？前の戦闘のやつかな？まあ、じゃあ、とりあえず、戦うけど。ケル勇気づけ。攻撃上げて。いや、ダメージでかっ。イライラだからかな。いやー、これ。あの服を見て。教会に来る服じゃないでしょ。うわ、めっちゃ陰口言われてる。オブリちゃん。22。何しに来たんだよ。教会に武器を持ち込むなんて、なんて野蛮な子。ああ。いやーこれー誰か止めてよ。親はどこ。親どうなんだろう。あの女の子はこの町にとっての脅威だ。神様でもあんな子救えやしない。わあ、いやオーブリーちゃんがこんなん言われてんのー。でもこれ子供の頃知ってるからだよな俺が。まあでもサニーの夢の中のオーブリちゃんだけどさ、知らない人にとってみたら前から嫌な感じの子だと思ってたの。ずっと前に追い出すべきだったよ。あーめっちゃ邪魔者扱いされてる。よし、勝ったかな。勝ってよかったのか分かんないけど、もういい。あんたたちに構ってる暇ないんだよ。こっちも結構ボコされたけどな。終わった。あの子は父親がいなくなってからまるで暴れ放題。え、失礼にも程がある。母親がかわいそうだ。オブリちゃん父親が、わあ、ちょっともう、あ、行っちゃった。え、あっちゃあ。オーブリーもだいぶやんちゃしてるけど、これはさすがにかわいそうだな。いや、めちゃくちゃかわいそうだよ。なにこれ。こんなとこで暴れなきゃよかったな。完全に俺らのせいだし、オーブリーちゃん暴れたの。あ、動かせる。ふむ。お説教中に喧嘩なんて本来許されかねますが、今の喧嘩の裏には大きな事情があったみたいですな。あ、あのオーブリーという女の子は数年前から毎週ここに通っていますが、まだ誰とも話したことがないのです。数年通ってんだオブリーちゃん。そうなんだ。私からも話しかけてみましたが、悪態をつかれるだけでしたな。そんな場所で暴れさせちゃったんだ。あの子は悩みを抱えているのでしょうな。もしお友達がそばにいてあげれば良い影響があるやもしれません。友達、ああ、それはサニーとかケルだろうな多分。いや俺オーブリーちゃんすげえ可愛いと思ってたからさ、なんかマジで悲しいんだけど本当に。あ、夕方になってる。力になれるならなってあげたいけどさ、なんか事情がありそうなんだよな。すごい。お、なんだ。あ、オーブリーちゃん。え、ここオーブリーちゃんの家なの。すげえボロボロじゃん。なんかゴミ捨てした。え、声かけてあげて。おい、今の見たか？
あいつなんか捨てたぞ。いや、それもそうなんだけど。見てみようぜ。いや、オーブリーちゃん。こういうお家に住んでるんだ。オーブリーちゃん。いや、出てこないよな。お母さんがいるみたいだけどな。お父さんはいないけど。なんだろう、ゴミ。おお、ゴミ箱あさりモーションがある。うわ、マジかよ。え、バジルのアルバムじゃないか。え、アルバム返してくれたんじゃない？あんな簡単に捨てるなんて。いやいやいや、ゴミ箱見てよかったな。いや、完全に俺らに拾わせるためじゃない？まあでもバジルのアルバムも取り返したし、半日もかからなかったしな。チームワークの勝利だろこれ。いや、勝利なのか。ほら、ハイタッチしようぜ、サニー。ハイタッチ。ああ、うん、じゃあ、ハイタッチしようか。オーブリーちゃんちの前でやるなよ。暗くなる前にバジルに返そうぜ。いや、ケル、いいやつなんだろうけど、なんだろうな、やっぱ。すごい単純なのは変わってねえな、昔から。いや、出てこないよね。オーブリーちゃん、ありがとうね。バジルにちゃんと返すからね。あ、てかマリちゃんが亡くなってるっていうのも、なんかさらっと言われたけど、それめちゃくちゃ重要だよな。サニーどう思ってんだろう。頼もう。おーい、バジル、バジル、友達のケルとサニーが来てやったぞ。アルバム持ってきたよ、バジル。あ、え、誰、こんにちは、どちら様。あれ、お母さん、誰、こんにちはって、あれ、うん、バジルじゃない。あ、ケルも知らない人。あ、ごめんなさい、私はポリー。ポリー、バジルの面倒を見てるの。面倒を見てる。あ、バジル、ケル君、こんにちは。親とかではないのか。どうしたの。いや、アルバム。お、バジル、アルバム持ってきたよ。アルバム取り返してきたぞ。オーブリーちゃん返してくれたよ。え、本当に、すごい、ありがとう。いや、オーブリーちゃんの守ってるって言ってたのがちょっと引っかかるけど、アルバム。バジル、友達が遊びに来るなら言ってくれればよかったのに。一緒に晩ご飯食べていく？え、いいんですか？いつも多めに作っちゃうのよね。確かにサニー帰っても飯なさそうだしな。晩ご飯？いいじゃん、最高。あ、ケルもノリノリだ。行こうサニー、ただ飯だぞ。言い方確かにただ飯だけど。え、いいの、マジで。あ、バジルんち入れるんだ。お邪魔します。おー、あ、綺麗なお家。椅子が4つある、4人家族？ゆっくりくつろいでってちょうだい。お料理仕上げてくるわ。おばあちゃんいるって言ってたよな。おばあちゃんとあと1人かな。ここに来るの久しぶりだな。てか、前より植物めっちゃ増えてんな。あー、ケルは来たことあるんだ。サニーもあんのかな。うん、そうなんだ、大好きだから。バジルは植物好きなんだな。そうそう、みんながよく遊びに来てた頃に育ててた子もいくつかまだ元気に生きてるよ。すごい、すげえ頑張ってんな。ポリーさんが誰なのか気になるけど。花と写真、これぞバジルって感じ。あ、そうね、夢の中でもそうだったね、バジルは。お、そういえば、アルバム取り返したから一緒に写真見れんじゃん。あ、マジで？見れんの？アルバム。あ、それはえ？ちょっと、ダメなの？お前だってこうやって見るのは久しぶりだろ？え？絶対楽しいから。見られたくない写真があるのか？
じゃあいいよ。え、歯切れ悪いけど。え、なんだ。いや、なんかバジルなんかな、なんかありそうなんだよな。はい、バジルなんか裏が、あ、すごい。え、カラー写真だ。おー、サニーじゃん。バイオリン弾いてる。僕の初めての写真、親友のサニーくんが新しいバイオリンを試してる。昔やめたバイオリンのレッスンを再開して、あ、マリちゃんと一緒にリサイタルに出るんだって、楽しみ。あ、サニーバイオリン弾けんだ、へえ。あ、そういえば楽譜あったな、あの黒い廊下みたいなとこで。あれ、サニーの楽譜ってこと？うわー、アホだ。いつものケル君、クラッカーに寄生された男じゃん。おーい、帽子が。あ、帽子なのこれ。あ、そうなんだ。360度ドリル男。あ、ゲームボーイやってる。え、かわいい。サニー君がソファーでゲームやってる。何やってんの？6つの金貨？ポケモン？サニーくんはシャイであまり喋らないけど、すごく聞き上手で、ストレスが溜まった時はいつも彼に愚痴ってしまう。ストレス？あ、サニーなんかストレスの原因があるの？いつも愚痴ばかりで申し訳ないけど、本人はあまり気にしてないみたいでよかった。サニー、あのポケモンレベル100の裏技知ってる？持ち物の上から7番目でセレクトってやつ。あ、ヒロだ。公園から帰ってきた。ケル君はまだ元気いっぱい。ヒロ君に腕相撲の勝負を挑んだけど、勝負するまでもないんだよね。これ床でやってんの腕相撲？いや、どっかテーブルとかでやれよ。ヒロ君、手加減してあげて。あ、あれ、これ夢の世界でも見たぞ。ケル君、昨日の腕相撲勝負で負けたことまだ根に持ってたみたいで、ヒロ君がその隙にチュー。ケル君すごく嫌がってる。あ、やっぱリアルの写真が反映されてるのか、夢の世界のアルバムにも。あ、見た見た。いや、これもあった。サニー君に最近読んでる本を紹介してる僕。確かアルバム読んでなかった、夢の世界だと。いつの間にかマリちゃんにカメラを撮られて写真も撮られた。あ、これマリちゃんが撮った写真なんだ。あー、夢の中でもそうだった気がするな。あー、キャワー、何これ。あ、オーブリーちゃんいる。みんなでサニーくんのぬいぐるみと寄り添ってみた。あー、サニーのぬいぐるみなのこれ。いっぱい持ってるし、すごく柔らかい。ずっとここに寝そべっていたい。あ、てかこれあれじゃん、あの夢の世界にいたやつらじゃん、ぬいぐるみ。あの公園で遊んでたやつ。あ、あいつらサニーのぬいぐるみだったんだ。そういうことね。あー、これもあったね。マリちゃんがみんなに花冠の作り方を教えてる。うん、サニーくんとケル君がマリちゃんのお手本を持っている。もはやプロじゃない？やっぱマリちゃんが編んでたなこれ。マリちゃん、もうちょっと自信持ったらいいのに。わっ、わあ、オブリちゃん。今日は土砂降り。春になると急に降り出すことが多い。オブリちゃんが新しいレインコートを着てる写真を撮ってあげた。レインコートの色はオブリちゃんが一番好きなピンク色。あー、そうなんだ、ピンク色好きなんだ。じゃあオブリちゃん、今髪の毛ピンクなのもだからなのかな。わあ、ちょっとやばいな、この写真ちょっとやばいわ。てか俺、オーブリーちゃんがやばいわ、なんか全体的に。なんか涙腺に来るわ。ケル君は気にしてないみたい。雨の味が好きなんだって。いや、てかこのアルバムがやべえな。アルバムがなんかもう切ないんだけど、全部。